教養高校は笑顔、ひたむきさ、感動をスローガンとしていて、生徒は元気で毎日挨拶の声が響き渡っているんですよ。それに掃除にも力を入れていて、校舎はきれいで文武両道する環境が整っています。そんな中、私たちは毎日元気に活動しています。本日はお聞き苦しい点も多数あると存じますが、最後まで楽しく聞いていただけたら幸いです。申し遅れましたが、本日の司会は低音パートヒッカポンとホルンパートミキティです。よろしくお願いします。いたしますのは鈴木英二作曲、自由の鐘は空に渡るです。この曲は全体が雲の上の澄んだ空気のような独特の和音で作られています。ところどころで鐘のようなフレーズがあり、心地よい響きのする曲なんですよ。2曲目に演奏いたしますのはアラン・メンケン作曲、星出隆編曲のリトル・マーメイドメドレーです。この曲は映画リトル・マーメイドの代表的な最後曲を吹奏楽バージョンにアレンジし、メドレーにした曲です。1曲目のアンダーザシーは、地上の世界のことばかり考えている海の王トリトンの7人娘の末っ子アリエルに向かって、召使い兼音楽家であるセバスチャンが海の世界の楽しさを歌って聞かせるナンバーです。2曲目のキス・ザ・ガールは、ボートに乗ってデートする地上の世界の王子エリックとアリエルの雰囲気をセバスチャンが盛り上げようとするシーンのナンバーです。3曲目の Part of Your World はアリエルが地上への思いを歌うナンバーです。どの曲も海の世界を楽しみながらお聴きください。ここで一つお知らせがあります。おっと、何ですか？3月28日水曜日に文化パルク常用プラムホールにて私たちの定期演奏会を開催します。シンフォニックステージからポップスステージまで、大人から子供まで聴いてくださった方が元気になれるような演奏を目指してまいりますので、ぜひお越しください。それでは自由の鐘は空に渡るリトルマーメイドメドレー2曲続けてどうぞ。